アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のためには一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年9月3日、場所は神戸王子スタジアムにて、2022 X リーグディビジョン3ウエスト第1節、磯野スーパースターズ対クラブアイランズの一戦が行われます。試合開始12時キックオフ予定です。ただいま試合開始前に伴いまして、両チームがウォーミングアップを終えまして、今スタートラインに立っております。本日の配信は X リーグ3チャレンジと申しまして、X リーグウエスト13チームすべての協賛に行って行われておりますライブ配信となっております。この企画に賛同いただいた方々のお名前を今で記させていただいています。協賛ご協力ありがとうございます。今シーズン X3 ウエストは私のボランティア配信を伴いまして、シーズン戦を可能な限りライブ配信させていただく形で考えております。皆様よろしくご視聴の方をお願いしたいと思います。またもしそれにご協賛いただける方は、現在もこちらの方を募集しております。ぜひご協力の方をいただければ幸いに思います。ぜひよろしくお願いいたします。現在両チームサイドラインにセットアップしまして、まもなく試合開始のコイントス、試合開始前のコイントスが行われる予定です。試合開始までしばらくお待ちください。令和4年9月3日、神戸王子スタジアムにて、2022 X リーグディビジョン3ウエスト第1節、磯野スーパースターズ対クラブアイランズの一戦が行われます。試合開始12時キックオフ予定です。ただいまフィールド中央にて試合開始前のコイントスを行います。両チームのご紹介をいたします。手前側に陣取りますカラーのユニフォーム、ネイビーのユニフォームをまたっておりますのが磯野スーパースターズです。長年 X3 において強豪として活躍しており、かつては、クラブチームとして在籍したさまざまなチームが2014年に合併して結成され、そしてその年に一気に X2 に昇格を果たすという快挙を成し遂げたチームです。以来 X2 で長く対戦、戦績を積みましたが、しかし3年前にこれから落ち、現在は X3 に甘んじております。しかし今年の春ジュニアトーナメントにおいて優勝を果たし、 X2 にも勝る戦力を有して今季 X3 の舞台に戻ってまいりました。対しまして奥側に陣取りますホワイトのユニフォームをまとっておりますのが、クラブアイランズです。こちらも長く X3 に在籍し活躍しております。2016年17シーズンには連続優勝を果たし入れ替え戦に進出しました。しかし現在はその勢いが若干薄れており、今再建のきっかけを目指さんとこの初戦に挑みます。この両雄の一戦が行われます。前半クラブアイランズレシーブ、前半磯野キックオフ、クラブアイランズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分で10分の正式ゲージで行います。
まず試合は磯野スーパースターズのキックオフで試合開始となります。キッカーを務めますのは磯野、1番美濃浦が務めます。美濃浦は岐阜大学出身の新人の選手です。対しましてアイランズはリターナーを2枚セットしました。アイランズリターン、リターナー26番、左オープンサイドに展開をしようとしましたが自陣20ヤード付近でボールデッドとなりました。この時点からアイランズの攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃はボールを持った選手が膝をつくまでを1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤードを前進し攻撃権を継続するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはアイランズ自陣20ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新には10ヤードの前進が必要。まずは磯野がナイスディフェンス。アイランズまず最初にパスプレーを展開しようとしました。しかしこれは磯野ディフェンス陣が急激なチャージをかけまして、むしろ6ヤード下げております。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。アイランズは6ヤード戻されたところで倒されたので、この時点から2回目の攻撃となります。クラブアイランズセカンドダウン16、攻撃権更新に16ヤード必要な2回目の攻撃に入ります。ここでアイランズミスが発生しました。ボールをスナップした際にそのボールを落としまして、このボールをロスト。落としたボールはどちらが抑えても構いません。抑えたのはそして磯野スーパースターズ。したがってここで攻守交代です。ターンオーバー。ボールを持っている選手が最終的にどちらかがあったかが次の攻撃権を得ます。磯野残り2回の攻撃ありましたが、しかし攻撃権をロスト。失礼しました。アイランズは攻撃権をロスト。逆に磯野絶好のポジションからのファーストダウンの攻撃に入ります。磯野スーパースターズ相手陣11ヤードの絶好のポジションからファーストダウンへ。攻撃権更新には10ヤード、得点エリアエンドゾーンまで11ヤードのポジションです。ここで磯野はまずランプレーを選択しました。ランニングバック25番にピッチをし、右オープンへ展開しました。これをランプレーによって約6ヤードの原因となっています。キャリアとなりましたランニングバック25番は宮部、北海道大学出身。磯野スーパースターズセカンドダウン4、ボールオンは相手陣5ヤードのポジション。再び中央へのランプレー、キャリア25番に託しまして、エンドゾーンに入りました、タッチだ。ここで磯野、あえて中央へのランプレー、力ずくのパワープレーに転じました。このボールを託されたランニングバック25番、そのまま密集点を突破し、そのままエンドゾーンへ突っ切りタッチだ。これにより磯野スーパースターズ、タッチダウンによる6点を獲得しました。そしてその後のワンプレー、トライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレー、ボーナスプレーに挑みます。磯野ここはキックによる得点を狙います。このキックは失敗、6点止まり。磯野スーパースターズ6点、クラブアイランズ0点。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、そして先ほどのプレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。通常の場合フィールドゴールですと3点、そしてエンドゾーンに持ち込むタッチダウンですと6点となります。しかしタッチダウンはその後にもう1プレーボーナスプレーがあり、ここでキックを決めると3分の1の1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点の加点となります。結果1プレーによる得点は2の倍数、3の倍数、7の倍数の得点方式となり、引き分けが起こりにくい得点構造になっています。
そしてプレーは磯のスーパースターズのキックオフで試合再開となります。ラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開です。したがって得点を抑えた側は次の攻撃権を自動的に得る形になっています。はい、ランズにターン、ナイスタック。ハイランズ、今度はリターンによってこれを突破しようとしましたが、これをリターナー21番仕留めるかのように磯のスーパーサーズ13番が見事なタックルをしまして、これを止めました。ハイランズリターナー21番は山崎、滝川高校出身、タックル決めました。磯のスーパーサーズ43番西脇は岐阜大学の出身です。さあ、先ほど得点をされたアイランズ、反撃の攻撃に入ります。自陣18ヤードの地点からのファーストダウン点。ここでまずランプレーを選択します。クォーターバック1番、ハンドオフをフェイクにして自らキープ、左オープン展開し約5ヤードのゲインとなっています。ゲインしましたクォーターバック1番は内田、龍谷大学出身の新人プレーヤーです。ハイランズ自陣24ヤードの地点からセカンドダウン5、2回目の攻撃、攻撃権更新には5ヤードの前進という状況になります。クォーターバック1番、ここでプレイアクションからパスを投じようとしました。プレイアクションはランプレーに見せかけたフェイクアクションからパスを投じるプレーですが、しかしこれは磯野がアジャストしており、クォーターバックスクランブル緊急発進のランプをランをしました。しかしこれは1ヤードのロスに終わっています。結果アイランズサードダウン6、3回目の攻撃に入ります。ボールオン、攻撃権更新には残り6ヤードの状況。ハイランズここをランプレーで突破しようとしました。ボール託されましたキャリア23番、一気に攻撃権更新を図りましたが、しかし突破しきれずフォースダウンに変わります。キャリア23番は金城、江南大学出身。そしてアイランズフォーメーションを変えます。フォースダウンでパントフォーメーション、キックフォーメーションに変えました。パントはキックによる攻撃放棄のプレーです。これを磯のリターン19番、相手タックルかわしながらアイランズ陣35ヤード付近でボールデッドとなりました。この時点での攻守交代です。アイランズパントにより攻撃権放棄の代わりに陣地挽回を図りましたが、しかしこれを磯の19番が返し、相手陣35ヤードからの絶好のポジションでの攻撃となります。リターンを決めました磯のスーパースターズ19番は五十嵐、東北大学出身の新人プレーヤーです。磯野相手陣34ヤードの地点からのファーストダウン10。パスは成功。クォーターバック18番、プレーアクションからロングパスを投じようとしましたが、しかしターゲット見つからず、ランニーバック25枚のセーフティーバルブ、安全なパスを投じました。しかし結果的に約4ヤードのゲインとなっています。パスを投じましたクォーターバック18番は田中、岐阜大学出身のプレーヤー。取りました25番は宮部、北海道大学出身です。磯野スーパースターズ自陣相手陣30ヤードからセカンドダウン6。ナイスダウン、ファーストダウン。ランニーバック35番、ハンドオフ託され左オープンへ展開。
相手タックルを巻くように走り抜けてファーストダウン攻撃権更新としました。磯野これにより攻撃権を更新し1回目の攻撃に戻ります。最初の開始地点からトータルで10ヤードを前進すると攻撃権は更新されます。ここで審判団によるウォーターブレイクのタイムアウトを取られました。アメリカンフットボールは審判の判断によりクォーターの半分でタイムアウトを取ることが許されています。これは主に熱中症対策として、暑さ対策、そしてそれによる被災を回避するための対策として審判の判断によって取られます。第1クォーター序盤戦の状況、現時点で押しているのは磯野スーパースターズとなっています。春に優勝したその勢いのままにアイランズを圧倒している展開となっています。このウォーターブレイク水入りが果たしてアイランズに新たなインターバルとして策を授ける形になるかどうか注目したいと思います。北野様コメントありがとうございます。リターナー19番見事なリターンでした。五十嵐選手、春から活躍しておりますが、この秋においてもその戦力として活躍を期待できる見事な走りでした。さあウォーターブレイク解けまして、磯野ファーストダウン10。さあここでパスを閉じました。これがキャッチとなりましたかどうか判定を待ちますが、このパスは成功。ファースター、失礼しました、大きなゲインとなっています。ここで磯野はパスプレー、オフェンスが1回だけ許される前へのパスプレーを転じました。裏をつくようにこれを投じまして、このパスを取って約7ヤードのゲインとなっています。結果磯野相手陣16ヤードの地点からセカンドダウン3の状況で次の攻撃に入ります。ここでクォーターバックキープ。クォーターバック18番自らボールを持って中央突破しまして、ファーストダウン獲得、攻撃権更新です。見事な攻撃権更新を決めました磯野。クォーターバック18番は田中、岐阜大学出身。結果磯野相手陣10ヤードの地点に入り、ファーストダウン2ゴールの状況に入ります。攻撃権更新及び得点エリア、エンドゾーンまで10ヤードの状況を果たしてどのように攻めるか磯野スーパースターズ、そしてそれをどのようにしのぐかクラブアイランズ。パス成功、タッチダウン。ここで磯野スーパースターズパスで一気にタッチダウンになりました。エンドゾーン奥に入り込んだワイドレシーバー4番、これを見事にインバウンド中でキャッチし、タッチダウン成立、6点獲得です。タッチダウンパスを決めましたワイドレシーバー4番は1の岐阜大学出身。磯野スーパースターズ岐阜大学のホットラインによりこのプレーをタッチダウンとしました。そして磯野タッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに挑みます。キック成功、1点追加。このトライフォーポイント、キッカー43番の西脇、岐阜大学のプレーヤー見事に決めまして1点追加としました。磯野スーパースターズ13点、クラブアイランズ0点。磯野スーパースターズ序盤から非常に順調にオフェンスを展開しております。またディフェンスチームもアイランズの攻撃陣を粉砕し、
絶好のポジションで攻撃権を得る形を続けております。アイランズ、このリターンでその流れを変えることができるでしょうか。注目のキックオフです。ハイランズリターナーは23番と26番が務めております。ここであえて低いキックを選択しましてリターンを避けました。ハイランズ、これを自陣25ヤード付近で抑えまして、この地点での攻撃権確保となります。アイランズ自陣28ヤードからファーストダウン10。さあ2本タッチダウンを先制されましたクラブアイランズ、ここで反撃となりますでしょうか。ここでアイランズ、まずドロープレーを選択しました。ドローはパスに見せかけたランプレーです。裏をつくようにランニングバック23番中央突破で突破を図りまして約3ヤードのゲインとなっています。キャリア23番は金城、江南大学出身。ハイランズ自陣31ヤードからセカンドダウン7、2回目の攻撃、残り攻撃権更新、残り距離7ヤードの状況に挑みます。パス不成功。ここで選択したのはパスプレー。クォーターバック1番、ワイドレシーバー26番のパスを投じましたが、このパスはオーバースロー。パス不成功でサードダウンに変わります。前パスは失敗しますと元の地点に戻され、次の攻撃となります。ハイランズ自陣31ヤードからサードダウン7、3回目の攻撃、攻撃権更新には7ヤードの前進が必要。ここでアイランズ再びドロープレー、パスに見せかけたランプレーを展開しました。しかしこれは磯野がアジャストしており、ノーゲイン、フォースダウンと変わります。ハイランズフォースダウン7、パントフォーメーションを選択します。これを磯野リターン。ナイスリターン。このリターンを取りましたパントリターナー84番、相手ディフェンスを巻くように右オープン展開し見事なリターン決めました。しかしここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。フィールド上に黄色いウエスが落ちますと反則発生を意味します。この反則がいずれのチームにあったか、その判定を待ちましょう。カバーチーム、ボールベッドの地点から、キックインチーム、ボールベッドの地点から10ヤード進みまして、磯野ファーストダウン。反則が発生しましたチームは、パントチームでありましたアイランズ側の反則です。ホールディング、相手選手を掴んでいたという反則です。ボールを持っているチームは相手選手を掴んではいけません。掴まず相手を押すことが求められます。この反則により10ヤードの罰退、
プレーが終わりました地点からの10ヤードのバッタリとなりまして磯のファーストダウンと変わります。結果的に磯野は倒された地点から10ヤード前進したりとの絶好のポジションを再び得ました。磯野相手陣15ヤードの地点からのファーストダウン10。ここで磯野はシャベルパス、下から投げる前パスを投じるプレーを転じました。走り込んできた11番に持たせてそこから中央突破を図ろうとしましたが、しかしこれはクラブアイランズアジャストよく1ヤードロスです。託されましたレシーバー11番は、11番は松永でした。四日市大学出身のプレイヤーです。先ほどのプレーは厳密に言うと前パス扱いとなります。磯野スーパースターズ相手陣16ヤードの地点からセカンドダウン11、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新には11ヤードの前進が必要。ナイスランランニングバック25番ハンドオフを託され、相手ディフェンスの隙間を抜いて大きく前進、一気に攻撃権更新となりました。磯野スーパースターズファーストダウン、見事なラン決めました。ランニングバック25番は宮部、北海道大学出身のプレイヤーです。磯野スーパースターズ相手陣2ヤードの地点からファーストダウン2ゴール、エンドゾーンまで残り2ヤード。ここで左へのオープンプレー、トスをしまして左へのスイーププレーというランプレーを展開しました。キャリア35番、一気に相手ディフェンスまくりエンドゾーンに入ろうとしましたが、しかしこれは突破できずセカンドダウンに変わります。ここでホイッスル、第1クォーター終了です。ここで第1クォーター終わりまして、磯野スーパースターズ13点、クラブアイランズ0点、攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。